YouTube の生放送や Twitch には、配信者にお金を寄付することができる機能がありますよね。いわゆるスーパーチャットやビッツですね。投げ銭とコメントを添えて配信者を応援することができます。その機能をつけるには様々な関門があります。まず YouTube はチャンネル登録者数1000人と、12ヶ月間の総再生時間が4000時間。Twitch はフォロワー数50人と、30日間で8時間配信、7日配信、平均視聴者数3人以上。これらの関門をクリアすれば、晴れて投げ銭を設置できます。しかしこういった関門をクリアせずとも、投げ銭を設置する方法がございます。それがこちらのストリームラブスです。中級配信者の方はご存知でしょう。こちらのアラートが最も有名ですよね。ストリームラブスとは配信者を支援するサービスで、この他にも様々なサービスがあり、投げ銭サービス、ストリームラブスドネーションというものがあります。このドネーションは先ほどの YouTube や Twitch に投げ銭機能がつく前までは、このドネーションが最もポピュラーでした。今でも海外の有名配信者は、このドネーションを活用してる方が非常に多いです。理由としては、スーパーチャットやビッツには、支払える制限や、価格の一部を運営にピンハネされたりしますが、ドネーションの場合は、価格に制限はなく、ストリームラブスによるピンハネもございません。近年日本語にも対応しました。この動画では、その機能の設置方法をお教えしましょう。まず、ストリームラブスのホームページへ行き、お使いのチャンネルと紐付けします。この動画はもちろん YouTube に動画投稿するので、今回は YouTube で行います。次に左の一覧にあると思いますドネーションセッティングスに行き、寄付の口座を設定してください。ここは、PayPal をおすすめします。PayPal とは決済サービスのことで、ゲーム等を購入される方はよく利用してると思います。注意していただきたいのは、PayPal はビジネスアカウントのみになります。ビジネスアカウントとは、普通のパーソナルアカウントは支払いのみできますが、ビジネスアカウントはお金の受け取りが可能になります。ビジネスアカウントは無料でアップグレードできますが、手続きがめちゃめんどくさいです。この動画ではビジネスアカウントにする方法は解説しません。理由は数万人がもうアップグレードの方法を説明していると思うので、そちらをご参考にすると良いと思います。話が逸れましたが、PayPal のアカウントを提携するとこちらに URL を表示されます。この URL を YouTube ライブの説明欄や Twitch のバナーに設置することにより、視聴者から投げ銭を受け取ることができます。ちなみに URL は YouTube の場合、ストリームラブスと提携した時点で設置されます。支払い方法は PayPal のみになります。ちょっとそこがデメリットですかね。あまり日本ではまだ主流ではないので、YouTube だと概要欄に URL ですからね。非常に怪しむと思いますが、Twitch ではそれっぽいバナーを設定できますからね。ドネーションは Twitch の方が向いてるんだと思います。こういったドネーションは、ストリームラブスのサービスでアラートをチャンネル登録と同じように設定することができますし、イベントリストや、ドネーションチェッカーという、投げ銭をしてくれた視聴者を表示してくれる機能もございます。この動画でお伝えした情報を見るなり焼くなり美味しく料理するのは、視聴者のあなたですので、もしかしたらあなたのプレイを見た海外視聴者が、賞賛の意を込めドネーションをするかも、しれませんね。解説は以上です。ここから雑談ですが、私もこのドネーションを生意気にも設置しております。まあまだもらったことありません。だってそんなにゲーム上手くないし、まず生放送をそんなにしませんからね。しないというか、やりにくいんです。最近生放送をしながらオンラインゲームをすると、回線がぐちゃぐちゃになり、配信もゲームも止まるといった事態になることが判明しました。もう少し良い回線にお引っ越ししたいですね。お金欲しいなぁ。ドネーションの他にもストリームラブスにはお金儲けできる機能といえば、グッズを作ることができます。しかし残念ながら配送は日本国内はまだ対応していないです。それと他にもストリームラブス OBS を紹介すると、1ドルストリームラブスからもらうことができ、10ドルで換金することができます。とにかく配信者を支援することに徹しているストリームラブス、ぜひ登録してください。こういった個人でネット上から収入を得る行為に嫌悪する人は、まだまだネットやゲームはおもちゃだという意識があるんでしょうね。過去のネットでお金を稼ぐ炎上案件を、うる覚えで認識し偏見の眼差しを持っているのかもしれない。きっと昔の人も囲碁や将棋で、生活する人を変な目で見ていたのかもしれない。まあ時代は進むにつれ配信者などが収益を得る権利に対する理解が、いつかは生まれるかもしれませんね。私はストリーマーについて非常に興味を持っており、このチャンネルではそういった解説動画も投稿したいと思っております。気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。